田中陽平、沿岸だったらばこう海上交通どこが混雑してるかとか海流がどうとかいう情報がこう素早く正確に伝えればそれだけ船の運航が安全に行えるわけですね。情報を伝えるのが少なければ短い時間で遅れる、まあ、データ圧縮とかあるいは暗号化とかそれをうまく利用して活かせたらな。メールの文章とかあるいは本の内容とか、まあ、そういったものを考えるとそれは文字の列になってるわけですね。でそれを今だったらば、まあ、コンピューターを使って送るとすると、まあ、0と1の列に直すわけです。文字の中でもたくさん出てくる文字は短い数字の列になるとして、でたまにしか出てこないのは、まあ、長い列に割り当てると全体として短くなる。そういうことをうまく利用して効率よく変換する、一種パズルを解くような面白さっていうのがありますね。道筋がこうぼんやりと見えてきて、なかなかそれがうまく説明できないっていう時期があります。半ば諦めかけてたりするんですけども、その時になんかふっとしたきっかけで、あ、ここはまあこんな風にやればいいんだっていう風な、そういった瞬間があってですね、それでこう一気にわっと全体が解決して、まあ、そういう経験があるんでずっと続けられてきてるんだと思います。まあ、小さい頃から数学とか理科とか好きだったんですけども、まあ、論理的に筋道立てたらどうなるかとか、なんかそういうことが気になって自分なりにこう納得したい、まあ、そういう意味で、まあ、数学がこう対象としているものっていうのは自分にとってはこう一番納得いくっていうところに、何か面白そうなことが見つかったらもう見るのも嫌っていう気持ちになるくらいこう徹底してまあそのくらいこうなんていうか一日中考えて、まあ、いるっていうことが重要なんじゃないか。いろんなところで、まあ、他の人がこう私の見つけたことをうまく利用して海の交通への応用とか、まあ、日常生活への応用にもだんだんとこう生かされるようになってくれるといいなって、まあ、そんなふうに思ってます。